皆さん、こんにちは。戸田和幸です。ただいま、8月、31日、午後の4時半ですね。昨日、名古屋で中継やって、昨日は、名古屋に、とどまって、今日、戻ってきたと。で、今日は、代表戦がもう、すぐ迫っているので、そちらの方、今回は有料配信という形で、新解説やることにしたんで、冨安のパフォーマンスを今チェックしてました。で、彼が、セリアで開幕から、出場した2試合、ね、もう見たんですけど、ちょっとまたそういう取り組みをしたりで、明日になると夜ノーショのダビーなんで、そちらの方ももう準備は終わったんですけど、もうちょっと現地情報とかいろいろ確認してから、中継に臨もうかなと、思ってます。で、そちらの方は、ダゾーンの YouTube チャンネルの方に、僕と安井さんで、実況の安井さんで、プレビューっていうものを、この前収録して、出してますので、昨シーズンからの今シーズンで、映像は短いんですけども、映像も使いながら今シーズン入ってからの両チームの戦いと、そこから考えられるスタメンっていう感じの流れで、プレビュー作ってるんで、そちらも、見てもらえたらなと思います。で、この動画では、昨日簡単なプレビューを出したんで、名古屋と FC 東京の試合の、これもまた簡単なレビューを、今から簡単にまとめたものを、出そうかなと思います。ですね、試合の振り返りを、今からしますけど、中継見た人も結構いるんじゃないかなっていう前提で、話をこれからしていきます。で、名古屋と東京で言うと、非常にそれぞれに色がはっきりしたチーム、スタイルを持ったチーム同士の戦いですし、ボール持つ者同士の戦いというよりは、名古屋はやっぱりボールを持って、徹底的に保持を、下をして、攻撃をすると。で、たくさんゴールを決めたい。東京ももちろんボールは持つ時間はありますけど、この試合のパスの総数で言っても、名古屋が669、東京352なんで、300本以上の、差が出てると。そういうところで考えると、東京は、ボールを持たないところからゲームが作れるチームですし、プレッシングベースでショートカウンターで、この試合で1点目で言うとロングカウンターで、ボールを持ってもまず背後っていうところからゲームを組み立てるので、やっぱり両チーム、そういう意味ではカラーが違いますし、というところで考えると、例えばこの試合で言えば、こういうスタイルの押し通し方っていう、それぞれ明確に色は持ったチームです、スタイルは持ったチームですけど、そのスタイルの押し通し方、どのようにその試合を勝つために自分たちのスタイルを相手に対して効果的に、ぶつけていくか、主導権が握れるか、その中でチャンスが作れるかっていうところで、東京の方に分があったというか、上回った結果の勝利で、点差では見てみると1点差なんですけど、内容で言うと、東京の方がより、勝利にふさわしいゲームをしたんじゃないかなというのが、僕個人のまず、感想になります。それではちょっとこの試合を、ボードも使いながら、ざっと振り返ってみようかなと、思います。で、名古屋は吉田が足を痛めた。宮原は退場で出場停止。泉は発熱っていうところで、やっぱ後ろの選手のやりくりが、ちょっと大変だったろうなっていう感じはしますね。で、その中で、選んだのが3バックと、左に藤井、あとは右のウィングバックが成瀬。で、成瀬という選手に関しては僕は初めて、昨日の試合で見ることになります。あとは前田がスタメンから外れて、ここはちょっと個人的には驚いたところではあったんですけど、その代わりに長谷川が、今日右のシャドウに入って3-4-3を組んだと。で、東京は基本的には4-4-2、これ鉄板なんで、永井、橋本、代表に選ばれたっていうところで、非常にポジティブな雰囲気もあったんじゃないかなと思いますし、室屋は残念ながら今回外れましたけど、十分そこに入っていけるだけのものは持った選手だという認識ではいます。で、東京からすると、その前2節が、札幌、広島っていうことで、どちらも3バックベース、
やや噛み合わせが良くないのでプレッシングもかけづらい。もちろん開いたセンターバックに対してはサイドハーフが狙うっていうところは彼らは持ってるんですけども、まあ、出るタイミングを間違えてしまうと、例えばシャドウのところがサイドバックの近くにいると、まあ、外側のウィングバックが浮くっていうところはどうしてもここのタイミングと、まあ、早く出すぎてしまうと距離がどうしても遠くなるんで、まあ、ここまでは出られない、まあ、その場合は一生懸命サイドバックが戻るっていう、まあ、このアクションになりますけど、やっぱ噛み合わせが悪いものをどう噛み合わせていくかっていうところが 4-4-2 ベースのチームには一つ命題としては上がると思うんで、まあ、例えばこう相手が3バックだったら多分こういう風にしてるはずなんですけど、トップを縦にしておいて、まあ、外に出るボールはサイドハーフが出るみたいな。ただあくまでボールの移動中、もしくは自分たちの距離を合わせた流れでこうアクションを起こさないと、どうしてもこう浮いてるところに対して迷いが出ると、まあ、ちょっと自分たちの鎖が切れてウィングバックがフリーになってしまうみたいなところは出てきますから、まあ、そういうところは東京側からすると一つテーマなんじゃないかなというところは、まあ、試合前に感じたポイントではありますし、東京は基本的にはやっぱりプレッシングベースで、まあ、名古屋持ちますから、まあ、そういう意味ではこうガチッとこうスタイルとスタイルのぶつかり合いにはなると思うので、まあ、そのぶつかり合いのところでどっちが優位に立つのっていうところはこの試合の、まあ、最大の見どころだったんじゃないかなとは個人的には思います。で、まあ、名古屋から言えばやっぱここの2人ですよね。シミッチとエドワルド・ネットのところが、まあ、とにかく彼らのところにボールを渡して、まあ、そこからどれだけ、まあ、一番いいのはジョーなんでしょうし、一本ネットからすごいパスありましたけどね。真ん中の2人からどれだけ効果的なボールが入っていくかなと思いますから、まあ、そこに対してどれぐらい、まあ、後ろの選手もバランスよくポジションを取って球が預けられるかなと。で、まあ 4-4-2 の相手に対してはやっぱり、まあ、外のレーン、内のレーン、真ん中っていう意味では、まあ、バランスよく立てると、まあ、敵陣に入っていくためのパスルートっていうのはかなりたくさん作れるとは思うので、そこを名古屋がその3バックを選んだとしてどういうふうに考えているのかなっていうのが、まあ試合を見始めての僕のまあ大きな関心でありましたね。で、まあ本当にランダムだと思うので、まあ、中盤が降りることもありますし、まあ、成瀬が入って中田に出ていって、まあ、ボランチ2人降りるみたいなこともありましたし、だからここの自分たちの配置を決める基準っていうのは、まあ、僕には、まあ、分からないところがやっぱりあるの で分からないなって思いながら、まあ、一生懸命その理由を探していつも試合は見て言語化するんですけど、まあ、昨日の中で言うと、まあ、相手がもう、まあ、縦だろうが、まあ、横だろうが、まあ、基本的にはセットするときは横の方が多かったような気がしたんですけど、外側にいる選手の幅の取り方と、もちろんこのウィングバックの選手と、まあ、シャドウですね、いわゆるね。ここと、ここ。もちろん、ここみたいな。でそれがあったときに、まあ、相手がどこを、まあ、締めるっていうか消すかだと思うんで、まあ、それに合わせて、後ろの選手は、まあ、振りだったら運ぶとか、まあ、間が空いてれば預けるとか、まあ、それでも相手が下がるんだったら、まあ、ちょっと降りて前向かせるとか、でそこからまた、もちろん、間とか、っていうところを名古屋は考えるんでしょうけど、まあ、ここのバランスが、詰まるところどうだったのかなっていうところは、あんまり良くはないというか、うまくできなかったんじゃないかなというには、僕個人は感じています。名古屋の課題の一つとしてやっぱカウンターを受ける場面が多いと。でカウンターを受けてしまう理由としては、まあ、失う場所もしくは失った後の準備で反応、まあ、ここだと思うんですけど、まあ、昨日で言っても、まあ、基本的に1点目だとここまで運んだんですけど、ここからトントンで、まあ、中盤の2人のネットとシミッチの間をボールが通過して、まあ、そこから東が運んででプラウェイするディエゴ・ロビエラのところまでボールは持っていくんですけど、まあ、カウンターを打った東京とすると、奪う位置が低かったにもかかわらず、まあ、非常に縦っていうところでライン間も取れて、
で、ストライカーのパスの引き出し方も、まあ、上手でしたし、まあ、らしいカウンターだなってことは中継で言ったんですけど、まあ、ボール持ってる側が、深い位置まで運べてるんですけど、結局そこから無抵抗というか抵抗できずに、カウンターを打たれて PK を与えてしまったっていうところが、まあ、やっぱり今の名古屋の一つ、課題なのかなって感じがしますね。で、まあ、どうしてもここの二人はボール触りますし、触りたくて触るし、そこから基本的にはやっぱり狙うのが中なんで、中狙いますから、で東京はそこに対してはだいぶ警戒はしてたと思いますから、やっぱりボールが入らなかったですね。でもしくはこのシャドウの選手が、まあ、シャビエルなんか特にこうボランチの手前まで顔を出すんで、まあ、こういうパス交換はあるんですけど、こう近いところでリターンパスをして、またこうよネットが寄ってって、そこからこう間に通そうとするんですけど、閉じられてるんでカットされるっていう。でカットされた時にそのパスが名古屋からすると中盤のラインをもう超えちゃって、で残ってるのが例えばセンターバックが2枚しかいないとか、でそこに FC 東京の方がもう1枚出てくるとか、まあ、3対2とか3対3とか、まあ、そういう場面が前半からありましたけど、でここのやっぱり名古屋の、プレーの仕方で、これが先ほど最近この購入したちっちゃめのホワイトボードのこのスタイルの押し通し方ってことになると思うんですけど、要は FC 東京っていうチームを相手にしたときに名古屋がどうやってボールを、まあ、保持するのか運ぶのかっていうところが、まあ、なかなかうまくできなかったのかなっていうのは特に前半は強かったと思いますね。で名古屋からすると3-4-2-1で入ったときに、僕が気になったのはここの例えば右のウィングバックの成瀬が、こちら側なんで中谷ですね、例えばボールを持ったときに、まあ、中に入ると、こんな感じでしょうね。中谷からすると出すところが基本的に、まあ、なくなるというかですね、本来ここにいてくれれば、まあ、角度がついてるんで、まあ、そこに対してサイドバックが出てきたら、もちろんここにシャドウがいますし、センターバックが食いつくと今度ここにトップがいるのでっていう、もちろん、まあ、横につけてあげて横からってこともありえると思うんですけど、俺が中谷、右のセンターバックだとして角度つけてあげて、もちろんここもあるんでしょうし、まあシャベルもいますっていう、まあ、こういう位置関係でのプレーがなかなか名古屋はできてないなと。でかなりのこう頻度でウィングバックが先にこう中に入ってしまって、内ですか、で後ろ向きでボール受けるんですけど、そこはもう FC 東京の方は結構人つきに来てるんで、まあロストするっていう場面が結構多かったなと。だここの理由はちょっと僕が試合見てて分からなくてですね、まあどういうことでやってたのかっていうのが、まだ解決はできてないんですけど、まあ、自分たちで狭い局面を作った時に FC 東京は明確にそこに前の選手からプレッシャーかけてたんで、となるとやっぱこのいわゆるゾーン2でボールを失ってしまって、カウンターっていうところもちょっと自分たちで真似ちゃうなっていうところは、感じました。であとは例えばここに昨日だと太田康介が、出場してましたけど、まあ、彼の武器ってなんだって言ってやっぱキックだと思うんで、まあ、そこにボールが入る回数が少なかった、非常に少なかったと思います。で意外にチャンスになってるのは例えば丸山からもう少しあの敵陣までこう入っていった時に、丸山から太田のところまでピョンって長いボールが出て、まあ、フリーで受けるところまで行ってました。あとはその時に、例えば、まあ、クロスの選択肢はあるんですけど、名古屋からするとやっぱりこっち側を取る動きが、やっぱり少ないと思うので、まあ、FC 東京からするとクロスボールに対する準備は、もちろんしなきゃいけないんですけども、もう一つ深いところまで入られるっていうことが、例えば、広島戦で失点した時は、まあ、柏から、最後にこう、ハーフスペースから背後に走った川辺のところにボールが出て、でそこからまた柏が、内側でワンツーって形になったんですけど、名古屋の場合はやっぱりどっちかというとボールを受けた選手の、まあ、横もしくは斜め後ろにサポートは入るんですけど、やっぱり深い位置に入ってくる選手がなかなかいなかったんで、まあ、太田にボールが入った時に、まあ、ここを狙う人がいてもよかったと思いますし、で取ったところに対して相手がついていくのかついていかないのかだけ見ておいて、来なければ、まあ、シンプルに使ってあげてもいいんでしょうし、まあ、ついていくってことはまた手前が空くと思うんで、
まあ、そこにジョーが顔を出すのか、まあ、あとはこう、例えばこういうところでボールを持ったときに、ジョーは基本的にちょっとボールサイドに顔を出す場面が多かったんですけど、ボールは入りますけど、まあ、本人は背中を向けてて、まあ、先にこうボールサイドのスペースにこう顔を出すので、ボールサイド側からのこう2列目の飛び出しはなかなか作りづらい。だ少しこう離れたところにボールを入れてあげて、まあ、折り返したボールのところを狙うっていうものがあってもいいんじゃないかなっていう感じは、まあ、しましたね。前半こういう場面があったと思うんですけど、まあ、左の方で不利な選手ができたときに、まあ、背後にアクションする選手はいないと。で、東京の場合はしっかりそこに、まあ、距離を合わせてこう全体が戻ってきたりはするんですけど、で、例えば名古屋ここからこうボールプレーをやり直すというか、一度不利な選手に下げたときに、まあ、こっち側の幅を取る選手はいないんですね。だから左から来たら基本的には真ん中もしくは右っていう展開になるはずなんですけど、右を見ても出すとこがないと、出せる選手がいないと。もちろんあんま状況関係なくずっとこう開きっぱなしで、まあ、奪われてここをそのまま運ばれるっていうのはもちろん良くはないんですけど、まあ、成瀬が入ったところに中谷がこう外から出ていくとか、まあ、3バックなんで、あの主にこう外側のセンターバックが攻撃参加を行うっていうのはあっていいことだと思うんですけど、だから4バックのこのディフェンターたちからすると、まあ、外側に人がいないんで、まあ、安心してボックスより内側で、あとはもうこの中だけを止めればいいなっていう考え方にはなると思いますし、ちょっとそういう意味では 3-4-3 なんですけど、 3-4-3 がもともと持っているその良いところメリットを生かしきれない攻撃をしてしまっているなというふうには、僕には見えました。だからそんな中でも多分あの J リーグの J リーグダゾンのツイッターで動画が出てると思うんですけど、まあ、エドワルド・ネットが、まあ、ここら辺から反転をして右足でジョーに速いパスを出すっていう、でジョーのコントロールがちょっと詰まったんでシュートが浮く形にはなったんですけど、まあ、ああいうことはやっぱりできるので、まあ、中なんだろうなっていうのは中継でも僕はコメントはしましたけど、ただまあ基本的に東京の、まあ、縦も横もコンパクトな守備に対して、まあ、中から入っていくっていうのは幅を取る人がいた前提で中に入ってくると、幅を取る人がいない中で、まあ、近距離のパスを使いながら中にこう刺していくっていうのは結構難しいんじゃないかっていうのが、まあ、エドワルド・ネットもシミッチもテクニックレベルは非常に高くて、まあ、特にシミッチの場合はやっぱり見えてるものが他の選手と違いますし、まあ、持ち方からすると守備側がやっぱり想定しづらいところに球が出せたりはしますけども、まあ、基本的に今のチームの中でプレーしてて中々っていう選択肢になると、まあ、シミッチからのボールもちょっと引っかかる場面が増えてきてるなと。で、引っかかった時に、まあ、その奪われた場所に人がヒントいられればいいんですけど、そこからカウンターやっぱ名古屋が受けちゃう場面が結構やっぱ多いんで、これは失点の場面も残念ながらやっぱりこの2人のダブルボランチの真ん中をボールが通過してますし、まあ、後半に FC 東京がこう深い位置からカウンターを仕掛けた場面もあったんですけど、まあ、あの時も橋本から出したボールが2人の中盤のネット、シミッチの間を通過して東京の前線の選手までスポーンと入ってますので、まあ、そのどこに立てばいいかっていう話は都度変わりますけど、そこに人がまずいないっていうところと、とにかく縦パスをまっすぐ通させないっていう瞬間的な反応のところはどうしてもうまくはできてないと思うんで、であればもちろん攻撃の質を高めればカウンターを受けませんからボールを失わないんで、どうなってもまあ1失点目やっぱ深い位置まで運んでもここからトントンって来てるので、その時でまあ最終ラインのまあ位置取りもちょっとやっぱり深いなっていうのは、これプレビューでも言ったと思うんですけど、入り込んだ時の間延び感がちょっと気になるっていうのは言ったと思うんで、まあそんなところも含めてなかなか思うように保持率はありつつ思うように攻撃ができなかったんじゃないかなっていうのが、まあフラットな立場で見させてもらったこの試合の名古屋ですね。まあ、一方東京はこの試合で実践したことっていうのは、まあ、やっぱり名古屋のことはある程度頭にはあったんでしょうし、まあ、まずはシミッチとエドワルド・ネットなんでしょうし、まあ、そこを2トップもあんま早く出すぎずに、あんま早くこう出すぎても基本的に相手が3枚だともちろんはまりませんし、まあ、門になっちゃうと5階だ取っちゃうんで、ここに対してこの門を通された真ん中の中盤の選手に対して 4-4-2 のこの高萩と洋次郎と橋本のどっちが出るっていうのは、
まあ、瞬時に決められるものでなかったりしますから、まずやっぱりこの相手の中盤のところを少し閉じ気味で見て、で、横に出るボールはサイドハーフが狙うよっていうことをやってたと思います。基本的にはある程度それは実践して機能してましたし、で、奪える位置も、まあ、中盤で奪える時もあった中でカウンターを打ってたんで、まあ、東京らしい守備からの攻撃は実践できたかなと。あとはやっぱり彼らの攻撃がすごく効果的に思えるのは、まあ、奪ったらまずトップですし、あとはスペースがあったらまず背後ですし、で、背後に走って相手に走り勝つだけのスピードと走力を持った選手が、まあ、2人揃ってますから、まあ、長いのは速いんでしょうけど、ディエゴも相当スピードはありますし、だから保持することは目的にはなではなくて、目的はゴールを目指すことですから、だからそこら辺で考えると非常に、まあ、効果的な攻撃に見えました。で、後半立ち上がりの2点目も、まあ、名古屋のゴールキックから始まった、ね、部分なんですけど、まあ、競ったボールが多分上だったと思うんですけど、まあ、競ってこぼれたボールが、まあ、前田が入ってたんで、前田が右のウィングバックに入ってて、前田のこのポジションの取り方もまずこぼれを取らなきゃいけないんで、もう少し例えば手前内から入らなきゃいけなかったりすると思いますけど、まあ、ボランチも含めて、まあ、ここが少し名古屋はだらしなくなっちゃったんで、東が持った時にもう背後走ってますからピューって、で、そのまま運んでって切り返して、で、戻したボールを洋次郎が決めてるんですけど、あ、高木ですね、すみません、洋次郎って今広島の時一緒だったんで、昨日試合終わったと話したんですけど、久しぶりに会ったら、あ、洋次郎は僕より背がでかいんだなと思いまして、あと FC 東京のサポーターのところに挨拶に行った時に、シャーシャーって多分3回ぐらいやるんですけど、どうせ行くんだったらもっと恥ずかしがらずにちゃんとやれとは言っておきました。余談です。で、こぼれ球取った時にまず目指すのは背後なんで、まあ非常に丁寧なボールが出ましたけど、まあ、名古屋側の対応を見てると、やばいっていう時にまずこう背後から消すっていう、まあ、ボールサイドのセンターバックのところがどれぐらい消せるかっていうのはさておき、まあ、では出られはしないんで下がるしかないんでしょう。その下がるアクションがまず足りてないっていうのはすごく気になりました。まあ、一種のショートカウンターみたいなもんだと思うので、まあ、こぼれからなんですけど、もう向かれた瞬間に永井は内側から走ってるんですけど、っていうことはまあ丸山のちょっと右から走ってるんですけど、まあ、入った瞬間にとりあえずやばいんでまずこっちかなっていう、まず消さなきゃいけないのは、まず真ん中なんでしょうし、もちろんこっちもあるでしょうけど、まあ、次はここになるでしょうから、結果的に今ここら辺に走られたんですけど、まあ、スタート切られた時にもうだいぶ離されてたんで、とは言ってもワンタッチで出したわけじゃなかったんで、まあ、こういうところはやっぱ相手の特徴が出た時にまずまずいっていう形で、まあ、3人いるんだったらもう極端に言えばもうここを全員で埋めちゃうぐらいの感じでもよかったんじゃないかな。まあ、あとはゴールキックですから、そこまで多分高い位置は取れないはずなんで、まあ頑張って戻ってくるっていう。で、このアクションがやっぱ足らないので、先に走られちゃいましたし、まあその流れ、やっぱクロスまで持って帰って失点したっていうのは、まあ後半立ち上がりだったんで、ちょっと痛かったなというところありますね。東京からすると、やっぱりコンパクトな陣形の守備から、早い攻撃につなげる。で、ライン間は使わせない。背後も取らせない。ただ背後に関しては名古屋側が取るアクションがなかったんで、逆に言うとそこを気にする必要がない分、コンパクトの中で前にっていうところが非常に、まあ、力を使いやすかったっていう側面は、実際あったとは思います。で、結局名古屋は後半、まあ、布陣を4枚に変えて、まあ、少し低めのところでこうサイドでボールが持てるようになった時に、まあ、もちろん FC 東京の方もずっとツートップからのチェイシングというか、まあ、スプリントからのね、アプローチで守備ができるわけではないですから、まあ、そうなった時に基本的に名古屋は中なんで、中に人が多いってことはどうしてもこう閉じなきゃいけませんから、そうするとちょっとこう外側から上のところにこう斜めにボールが入ったりとかっていうのは
出てましてね。で、城をどうやって使うのかっていうところが、まあ、名古屋の一番の、まあ、課題というか、大事なところだと思うんですけども、あんだけのサイズがあって、テクニックレベルも高い、まあ、胸あたりに来たボールはまず取られない。そういうところにボールが入る回数は極端に少ないんじゃないかなっていう方には感じます。で、まあ昨シーズンからも見てますけど、やっぱり夏場以降点を取り始めた時っていうのは結構後ろが蹴ってますね。シンプルに。で、松本戦が最後ゴール奪った時も、まあエドアルドネットからジョーに蹴って、まあジョーに蹴ったっていうコメントをエルガソンの記者さんが教えてくれたんですけど、ジョーに蹴ったボールに対して、まあ赤崎が背後に抜けたと。だどこかでやっぱりジョーっていうのは、うまくやっぱり持った方が良さそうだっていう感じはしますし、相手チームからすると、まあ自分たちがこうセットした組織の中に入り込んできてくれるっていう考え方ももちろんできて、まあ昨日で言えば前半なんか特に東京の選手はそういう感覚はあったんじゃないかなとは思います。それでも名古屋はやっぱり上手だと思いますから、例えば、トヨタスタジアムで戦った広島戦の中盤からトントントンってこう抜け出して決めたゴールみたいなのかを思い出すと、それだけのものができる自信はあると思いますけども、まあ反面、失う場所が特に、まあ自陣だとなお危険ですけども、まあゾーン2で真ん中になってくるともうそのまま直結でカウンター打たれてしまいますから、そういうところのバランスをどう考えるかなんじゃないかなっていうのは僕はもう部外者なんで単純に見ながら勉強してか、まあ、考えてます。で、名古屋はやっぱり攻撃的だっていうところはありますけど、今シーズンの総得点が35だったかな。名古屋が36かな。東京と確か一つぐらいしか変わらないんですよね。で、失点は東京が半分ぐらいなんですよ。だから攻撃的で、まあ、ボールを保持して、どんどん敵陣に入っていく。で、そういう意味ではすごく、こう、キーになるストライカー、ポストプレイヤーもいるんですけど、なかなかゴールがこじ開けられないっていうのは、もちろん、まあ、決定機の数に対しての、決められてる回数っていうのは足らないだけっていう言い方もできると思いますけども、もう少しその保持のところが、相手の組織をこう、動かしたり、止めてしまったり、足を止めたり、頭を止めたり、で、打ち破るってところまで、まあ持っていくことがやっぱり必要なんじゃないかなと。まあただこの試合に関してはいない選手の影響もあったと思いますし、まあ後半から前田が出てきて、やっぱ彼のリスクを当たり前に取って仕掛けていく姿勢っていうのは、まあシュートのところにも出てたんで、まあそういう選手がやっぱり鍵を握りそうだなっていうところが、ボール保持だけにならないっていう意味では重要かなというふうには感じています。はい、ということでこれで簡単、レビュー振り返りを終わります。で明日は、24時半から、ノースロンドンダービー、アーセナル対トットナムホッツパー。こちらはダゾンので僕が解説を、担当します、はい。今回に関しては使える映像が、5分までってことがあったんで、その流れできることをやってみましたけども、ちょっと時間的には長くなってますと。であとは、来週になると、また代表戦が、入ってくるので、こちらはこの新解説っていう名前ではあるんですけど、有料でチケットを販売して、もう500枚限定で出して1日で売れてしまったんで、まあ良かったなとは思ってますけども。アジアカップの時のグループメンバーの方を先行に、優先してまず販売をして、余ったら、その他の方に紹介しようと思ってたんですけど、で、その当時のグループの方に僕ちょっとアンケート取ってみて、で、また、そういうことやるんですけど、購入希望する方とか、検討してる人どれぐらいいるか教えてくださいってやったら、全然500に届かなかったんで、まずいな。これは、チケットがちゃんと売り切れないかもしれないと思って、500枚しか出さないって言ってるのに500売れなかったら、ちょっとこれ恥だなと、恥ずかしいなと思ったんですけど、いざ販売開始してみたら、1日とちょっとですかね。そうですね。朝の8時に販売を開始して、翌日の昼前にはもう売り切れましたんで、無事に500枚今回はさばけたなと。で、人数を制限したのは、Facebook の非公開グループでやるんで、結局申請してもらった時に、こちらが承認をしなきゃいけないんですけど、その申請をしてくるタイミングとか、人数っていうのが読めないんで、
だいたい試合の直前に行きたりするんですけども、そうなってしまうと、まあ、こちらが今メンバーがそんなに多くないですから、多くない中で作業した時に間に合わないですね。でそこにあんまり労力を捉えすぎるのも、まあ、そのものに対する準備がちょっと滞るというか、おろそかになっちゃいますし、あとはまあアジアカップの時に感じたのは、人数があの時2136人ぐらいまで、メンバー増えてくれたんですけど、やっぱりその試合を見ながらのコメントの質にかなりばらつきが出てしまったっていうところがありまして、まあ、これは僕の自身の意向なんですけど。で、まあ、とりあえず今回またこんな感じで撮りましたし、まあ、かなり簡単な形なんで、どれぐらい、なんだろう、振り返りとしてこれが良いものかわかりませんが、まあ、やらないよりはこれぐらいだったら、まあ、やってもいいかなと。まあ、これより簡単だったらやらないですけど、まあ、これより、労力を割く形でも、まあ、やっても、ここでは多分もう需要があんまない気もするんで、ちょうどこれぐらいでと思って自分では撮影をしています。これからまた今ヨーロッパでプレーしてる代表に選ばれた選手のパフォーマンスをチェックして、まあ、有料でグループメンバーになってくれた人たちにどんどん代表戦に向けての情報をまた動画でこうやって撮って、まあ、文章で出す時もありますけど、まあ、提供していくっていう作業をしながら、まあ、明日のノースロンドンダービーを迎えようと思います。皆さんも良い週末をお過ごしください。それではまた次回よろしくお願いします。